お疲れ様です。JLN せいやです。はい。ですね、昨日はね、実は言うとね、ちょっと作業をやりたかったためにね、指定席でね、コンセント差しながらね、充電しながら、作業やったりとか、自分の、仕事のね、作業やってたんですが、隣に座ったね、おっちゃんがね、もうよく話す人で、うるさくて全然ね、作業できずに、まあ、作業の合間にね、馬券買ったりなんかしてね、これ調べてみもらえれば分かりますけど、安いものしか当たらなかったです、昨日は。まあね、70倍台とか万馬券のやつはね、軸がね、間違ってたんで、当たらなかったんですけど、小倉の三連で目法のね、メソッドでね、マッチしててね、ちょっと昨日は悔やんで、後悔してます。はい。でね、札幌記念、まずね、行きたいなと思います。はい。でね、札幌記念はですね、新聞がね、あれ、もうここはもう山勝エースって決めてたんで、山勝エースでいいでしょうということで、で勝負かなとは思ってます。はい。で、何を勝負するっていうことで、まずね、勝負馬券はこれじゃないかなっていうふうに思います。筑波東王ですね。これはね、僕の三連で目法ってやつ知ってる人は、知ってるかもしれないですけど、まあ、山勝エースとね、エアスピネブルが、2頭が来るんだったら、これが一番いいかなっていう、穴でね、3813、筑波東王。これに貼ってます。これ来たら結構おいしいんじゃないですかね。10万以上を超えるんじゃないですかね。で、3613とか、3213とかだったら全然いかないかな。5万ぐらいかな。7万ぐらい、いくかな。まあ、そういう馬券ですよね。タマモベストプレイ。で、12番のマイネルミラノ。これも3連で目法ってやつなんですよ。エアスピネルが来るんだったらこれが。ただ、三連単は僕これが貼ってます。はい。これが、まあ10万級になるのかな。うまくいけばですけど。で、エアスピネルの2、3着付け。それで、タマオベストプレート、筑波東王の2、3着。で、あとはね、このワイドで、6枠の2頭、筑波東王と洋芝が走るディサイファーないかなと思うんだけど、ちょっと遊びで買ってみました。はい。あとこれですかね、7番来るんであればですかね、サンゾーバース来るんであれば7番、357っていうのがやはり有力なのかなと思います。あとは235とか3連で目法ですね。これも379、3712。これ来たらしょうがないなって、つかないんでね。で、これはもう、本当に遊び。139とか3912。9が来るんだったら、3連で目法だったらこうなるっていう遊び馬券ですね。はい。以上が、札幌記念になります。はい。でね、笠松行ってきたんですが、笠松でね、行ってきて、山下騎手っていうのでね、一番最初に馬券動画にはあったと思うんですけど、この人が山下騎手ですね。山下さんっていうね、まあ競馬場であったね、マダムの人がね、山下さんっていうんでね、山下さんを買ったら馬券になったっていう感じで、で地方ね、こういったスタンプラリーっていうのやってるんですよ。はい。行くと、これが埋まっていくとなんか応募できて、でこの冊子だと、無料入場券とかもねついてますんでね、地方競馬行かれる方は、ぜひね手にしてもらえれば。で笠松競馬場のね、予想屋のね、予想のやつをね、拾ったんですよね。結構ねいいかもしれないです。このカズっていう人ですかね、
結構来てましたね。人気なくても来てましたし、よそいはね、1レース100円とかからね、買えたりするんで、笠松競馬は、ね、非常に面白いです。はい、これが笠松競馬の投票カードですね。はい、以上そんなところですかね。あと、バヌーシーっていうのがね、DMM.com 証券ですか。両決馬1万口ですか。っていうのは賛否両論ありますが、まあ、競馬界盛り上げるんだったら私は OK かなって思います。私なんかはこの500口ですけどね、このエポカドーラなんかは500分の1ですけど、一口っていう感じで、やらせてもらってますが、まあ、配当的な、ね、面で言ったら全然1万口だとね、両月馬で走ったとしてももらえないかもしれないですけど、まあ、競馬界盛り上げるんだったらいいのかなと思いますね。僕はちょっと否定的な部分もありますけど、もっと競馬をね、活性化するんであれば、DMM.com 証券のね、それはやってもよかったのかなとは思います。はい、僕もね、DMM のね、動画はね、アダルトでね、お世話になってますんで、もう最近は真田、プロレスでも真田って言いますけど、真田、ロスインゴの、真田、じゃなくて AV でね、真田っているんですよ。真田なんとかっていう、鬼イカセっていうね、AV のね、ダウンロードしたりとかね、購入したりとかしちゃいましたけどね、非常に良かったです。X ビデオっていうね、やつでね、すごいね、騎乗位がね、すごいんですよ。はい。X ビデオ真田って検索すれば多分出てくると思うんですけど、それをね、タイトル知りたくてね、しょうがなくて検索して、やっと見つけたんですよね。それを購入したってやつ、鬼イカセってやつなんですけどね。非常に面白いです。で、今日ね、ウィンズデーだったんで、8月20日っていうのは、行ってきました。で、やっぱり北さんとね、佐藤のがね、欲しかったんですが、当たらずですね、中身が見えないんで、5種類ぐらいあるんですよね。まあ、これ多分ヤフオクに出品ですかね。はい。他の人にも売ってくれって言ったりとかしてたんですけどね、なかなかもらえなかったですね。全国で16万名ですかね、先着、もらえるっていうんで、もらわれた方はね、どういう使い方されるのかわからないですけど、まあそうですね、勝負服はやっぱ佐藤のが一番いいのかなと思いますけどね。はい。で、まあ今日はね、先ほどのね、馬券といいね、今日はね、勝負してますんで、これらで勝負してますんでね、今日はテレビ観戦ということで、楽しみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。